こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、セブンスリバースをやっていきたいと思います。おっと、右側にアサルトが追加されましたね。というわけで、アサルト対策ダンジョンと、アサルト本番もちょっとやってみるかな。もう23日なんで始まってるんですよね。やってみましょう。まず、この対策ダンジョンに行きましょう。条件は特に、特定の職業関係なし。もう 謎だな、まずすごい能力持ってるな。嫌です。あ、どうも今回のアサルトもこの七つを滞在コラボと関係があるみたいですね。浮き輸入じゃん、浮き輪入道か。はい、チュキーってわけですね。さあ、来ますよ。おお。これはいつも通りですね。奇跡。多分いつも通り。まあこれは分かったでいいですね。14回なんですね、すでに。さあ行ってみましょう。
まあ簡単に倒せますよね、最初のうちは。さあ、物語続きます。なんだ。うわー、え、いやん、競争だ。アサルト本戦やってみますか。まあ本戦をやった後しばらく空き時間があるんで、それで、対策ダンジョンをやってまた本戦に戻るという感じでいけばいいんじゃないかなと思います。倒しに行きましょう。さすがにオッキーさん。
うなんだ。どんな半世界観なんだよ。豚の丸焼け。いただきです。いろいろゲットしましたね。対策ダンジョンの続き行きましょう。特に条件はないですね。さあどうなるか。一切倒しました。詳細の夢。ハンナさんもなかなか強いです。ささらに先へと進みます。コンティニューなしのクリアは果たしていけるのかな。倒しました。あ、これで全部ですね。ルート4まで。付与率アップが上がる。
まあでも普通に、テレルのハートを買いました。一方なんかオレンジ色のオーブがあるみたいで、なんでしょうねこれは。さあまだ3分ありますね。そう、デイリーダンジョン行ってみますか。デイリーダンジョンもクリアです。そろそろですかね。あと1分ちょっとある。早速もう一回やってみましょうか。対策はここまでいったらもう一番レベルの高いものに追い続ければいいはずですよね。倒しましたね。そろそろでしょうか。いけそうですね。はい、というわけで、これらを繰り返していって、どんどん
アイテムを上げていくということで、あ、そうですね。せめてなら、BP ダンジョンに、BP ポーションを使ってみましょう。倒しました。さて、こんな感じでアサルト バトルやっていきました、いかがだったでしょうか。ツイッターブログやっております。説明欄に記載しますので、よろしければ見てください。チャンネル登録待ったお方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。また最後に流します動画集、動画プレイリストの方、時間があったらアクセスしてください。よろしくお願いいたします。ゲーム動画で行こうでした。